ストーリー系は確かにな。まあじゃあラストなんかもう1通くらいあれします？しますか、これとか。まあいいけど。いや、嫌ならやめとこ。嫌ならやめとこ。いや、いいよ。やめよやめよ。やめよやめよ。いや、行こう。行こう。本当か、お前。いいのか、お前。ちょっと生々しいかもしれませんが、何フェチとか聞いてみたいです。ございますよ、そもそも。まあ、これと言ってはないけど、はい。なんか人間をパッて見たときに、ふとここ見るよな、みたいなやつある。おお、どこ？そんな、あまりに恥ずかしくて、俺の口からは。言えよ。言えや。髪です。あー、髪の毛。なんでかはよくわからんけども、はいはいはい、髪綺麗だと、うん、いいよねーってのがあって。いやー、まあそれは確かにおっしゃる通りで、髪綺麗な人はね、男女問わず素敵ですよ。そうなんですよ、俺も通行人の男女問わず髪の毛を見てはあー、ブリーチで傷んでるみたいな。俺はなんか美容院に行った時に、うん、めっちゃ髪質いいですねって言われたところから、俺って髪質いいんだって思って意識し始めた部分があって。いい、ね、私もね、そうサラサラですよ。結構ね、みんなサラサラなんだよな。ボルタは4人とも髪質しっかりしてますね。、うん、結構っていう理由もあって髪は見ることが多いです。うん、あ、ボルタクションの髪も見てた。あー、いや、まあ見てないことはないけど。そんな答えづらい質問投げちゃったから。批評的な目では見てないかったかな。でも私なんだろうな、フェティズム。言えよ、あるんだろう、とびっきりのが。ガチのエロ目のやつになるけどいいですか。あ、はい、どうぞ。鼠径部。鼠径部。おい、なんか言えよ。なんか言えよ。無言がいっちゃん辛いんだから、これ。やめろよ、お前、マジで。いわゆる腰の付け根の部分っていうんですかね。そう、ガチのフェチじゃんって言われてるけど。いいんだよな。あれはいいですよ。何がいいんですか。いや、もうだから、その先に一体何があるんだいっていう。見せないことによる良さなのよ、なるほどね。そのいいよ、俺は別になんかそういうトッピな話もうんうんって聞くことはできるからいいんだけどさ。腰っていいなと思ってないか。これ割となんかそう、男性女性問わずね。そう、男性女性問わずその先に何があるんだいって言ってるわけ。いや、そう、そうですよ。そうだよ、文句あるか、おい。まあ、気になるだろうよ。それでまあ救われる人生もあるからな。見せないエロスってありますから、実際見せないのにどうやってなんかその何あれをこれするの。あ、どういうこと。どういうこと。どういうこと。見せないのにさ、うん、いいとか分かりにくくね。いや、いわゆる消えろ消えろとかもそうなんですけど、はい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 、想像することによるやっぱ幅ですよね。遊びの幅、あのミロのヴィーナスとかと同じ原理ですよ。腕がないがゆえに、じゃあ果たしてその先に何があったのかっていうのを考えるから、あれはやはり名作なのであって。ミロちゃんはだってさ、ガチの美術作品や。人間に美術性を見出してるってことね。美術性、まあでもなんか考えることによる、だから想像の力によるそのエロスだよな。なんかエロスっていうとちょっと崇高な言い方に聞こえるの、なんかイラつくな。生々しくなっちゃうでしょ。だからあんま言うと、あんまな。じゃあぜひ、しきなぎあきらの腰の先に何があるんだいのファンアートを増やしてもろて。私の素形部が書かれるの。しきなぎあきらが一般の通行人の腰を指さして、この先に何があるんだいってゲス顔で言ってるファンアートを最悪最悪だよ。ノットセーフフォーワークのタグでも書いていいものと書いちゃいけないものはあるだろう。ダメか。あったら、あったらどうしような、それ。どうしような、別に止めないけどね。